パイプ椅子にアリケンさせて立ち上がったらパイプ椅子2つ出てきた。元気赤木元気ちょっと写真撮って、写真撮ろう。パンツ吸いそうになっちゃうの、やばいじゃん。盗撮配信じゃねえよカルビー出る。おはようございます。おはようございます。おーすげえ、バイパーのコスプレだ。ドリマックすげえ、マジでこんな感じ。今アリゲンさっき一緒に回ろうって言ってたんだよ。アリゲンどっか行っちゃったんだよな。トヨタのブースあるよ。これ何、これ何、何のブースこれ。こういうイベントあるんだけど何を展示してんのかあんまようわからんっていう。アリゲンすごかったもん、さっきアリゲン座ってたんだよ、パイプ椅子に。パイプ椅子にアリゲン座ってて立ち上がったらパイプ椅子2つ出てきた。すごくない、アリゲン。うん、マジック、あいつマジックできんだよ。へっと思って、あ、格闘やってる。あーすげえ、クラシックな格闘やってるよこれ。多分昔の格闘やってるわ多分これ。多分みんな、え、すげえ、めっちゃおもろそう。絶対できないけどね、おもろそうだね。デイトーン USA とマリオカートの一番最初のやつやってるの俺。わー、なんかドリマックって感じ。え、すげえ、こんなんだ。ここおもろいな、これ何ブース、これ。ほら、レトロゲーのブースっぽい、この感じで。ワニワニパニックでやってるぞ。あ、これゼータのショップだ。ほら、ゼータディビジョンショップある。何やってんだ。セキユータグズないか。セキユータグズあります。グッズは今度出るんですけど、はい。あ、感謝します、ある。え、これ欲しい。これまだまだなんですね。今日はまだ、はい、7月ぐらいから出るんで。7月、お願いします。あ、本当ですか。え、いいですか。やっとくれるっつ、はいっすか、いいっすか。あざす、感謝します、あざす。やった、くれるって、やったぜ。言ってみるもんなら大きい声出すもんなの、これ。やったぜ、感謝してくれるって。でかい声出しとくだ。これ出し得です、これ声。これでかい声出してこう、これちょっと声出してこう。さっき笹さんもいたんだよね。高木どこいる。高木どこ、高木。ちょっと一時期の勢いではないかもしれないな。俺そういうことカナダのドリームハンク行った時は人やばかったからな、マジで歩けんレベルだったから。でもね、スペインはねこんな感じだった感じがするから、まあ、国柄なのかな。なんか正直あんま宣伝もしなかったもんね。高木とアリケンどこだ。高木とアリケンを探してんだよ。ハリケンさん、クラシさんのミートグリートに並んでたよ。クラシさんのミートグリート。元気。おー、え、元気。高木。元気。高木。高木だいぶ顔出したよ、マジよね。あ、ちょっと今良くないかも。オッケーオッケー。高木。何したの？来たの？元気。来たの？来たの？誰と来たの？一人で来たの？リスナー。あ、マジでリスナーだったの？そんなことある？リスナー。え、本当に？うん。え、何リスナーの誰？健康な野菜ってやつ。あ、健康な野菜菌か、うん。昨日言ってたよね、健康な野菜がどの子みたいな。元気。ちょっと写真撮って。写真撮ろう。じゃあ待ってね、高木が写んないようにちょっと一回。やったよ、俺さ、うん。着いた時には元気がもういなかったんだよ。あー、会場終わったから。うん、ポーズの取り方が分かんない。嬉しい、高木、お前マスク外してよ。かっこいい顔してんじゃん。あ、お前ら高木イケメンだ。高木そうだったんだ。何が。いやいや、かっこいい顔してる。お前学校で絶対彼女いるだろ。いないいない、本当にいない。本当にいないの。本当にいない。本当に、うん、だって今も足震えてる。元気ない、足震えてる。じゃあアリケン探そうぜ。アリケン、うん、アリケン、うん、ちょっと違うけど、俺と行動するとお前顔映り込みそうだ。あ、じゃあ別に探しに行ったら言うわ。あ、本当、うん、なんかアリケンを探したって言ってて、うん、ありがとうね。うん、高木めっちゃかっこよかった。え、めっちゃ高専年だよな。な、マジか。高木あんな感じなんだな。パソコンこれフリープレイでずっとできるらしい、ここ。え、おもろそう。好きにゲームしていいんだって、ここみんなゲームしてる。はい、カルビいねえだろ、どう考えても。絶対来ねえだろ、こういうイベント。はい、あー、そうです、どうも。あー、いいですよ、はい、ありがとうございます。あー、ありがとうございます。人気じゃねえよ。本当に人気のやつは列できちゃうから歩けない。本当に人気の人はもうそもそも歩けないよ、ここ。
歩いちゃダメなの、関さんのとこ歩いちゃダメなの。あ、これをやくれ、配信中だけどいい、え、配信中だけどいい。こんにちは、ケージバギモンです。え、何してんの？出演してんすよ。あ、そうなの、はい、え、CG どこ？ CG は地にあって、うん、あの今サイン会やってたんですけど、もう全部終わりました。あ、そうなの。もう CG のイベントは何もないです。あ、今日もう終わり。はい。え、昨日、昨日はどうだったんですか？昨日俺ないな。昨日ここでやってたのに CG。 あ、そうなの。昨日ここで大会やってたけど全埋まりっすよ。やば、班長に似てる。オリマーク楽しんでくれ、じゃあな。なんかあいつチャラくなったな。あいつチャラくなったな、なんか。あ、関さんいると思う、多分。頑張って関さんお寿司したい。邪魔しちゃいけないから、やっていこう。倉橋さんがいる、倉橋さんが。倉橋さんがファンサしてる。かっこいいな、あの人。倉内君かっこいいね。ファンサしてます。心なしか、河川さんに似てるな。お客さん、ちなみに女の人いっぱい並んでます。あー、どうも。え、もう、え、あ、めっちゃお兄ちゃんが好きで。お兄ちゃん好き、うん、あ、お前じゃないのか。うん、オッケーオッケー、いいよ、いいよ。でもめっちゃ切り抜き見てます。あ、ほんと？配信じゃないから。あ、そうそう、配信じゃない。オッケーオッケー、全然いい、全然いい。切り抜き見てます。あ、やったやったやった。あ、どうしたね。えなこりめっちゃ好きで。あ、そうなの。えなこり好き。じゃあ俺好きじゃねえじゃん。俺も好き。あ、オッケーオッケー。めなこさんが好き。あ、二人ともめなこさん好き。あ、俺じゃないね、ちゃんね。いやいやいや、たぶんやった。完全成功。完全成功。私めなこ。あ、そう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 、隣だから。マラソンのことやってみよう。マラソン、駅だ、あれね、あれね、あ、青学のやつね。仕事ね、一瞬名前出てこなかった。やばー、暑い。はい、並ぶの。あ、もう並んだの。はい、はい。カルビ？盗撮配信じゃねえよ。カルビ来てる。カルビ何してんの？今パンツを吸いそうになったの。やばいじゃん。ちょっと気をつけよ。マジ危ねえ。顔落ちそうだった。マジでやばかったな。短かったら終わってた。怖すぎ、危なすぎ、マジで。あ、ラムちゃん、お疲れ。うわ、すいません、本当私なんかが。フラッと歩いてた。ラムちゃんです。ラムちゃんです。あれ、ボス倒せたね、結局、あの後、あの、あっちの。あ、倒した、倒した。あ、倒したんだ。倒して、そうそうそう。知らないおじさん入ってきて。そう、そうだよね。俺が急に抜けて知らないおじさん入ってたんだね。そう、隣に。ごめんね、怖かった。怖かった。マジか、ごめんな。え、あれって配信あったんだっけ？配信ない。あ、じゃあもう本当にお客さんしかない。そうなんだ。だからラムにしか見えないおじさんかもしれない。あ、そうなんだ。入ってきたのか。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。失礼しました。スト6が前にイベントあったんだけど、時間の調整的にどうしてもその途中で抜けないといけなくて、3人でやるゲームだったから、俺の代わりに知らないおじさんがパッと入って多分やってくれてたんだと思う、多分。おそらくそのゲーム会社の人なんだけど。あ、どうすいません、なんか。何の。あ、アタムビオです。あ、なんか撮ってもらってる。撮ってもらってるのを撮ってる。恥ずかしい状況です。取り返そう。取り返そう。じゃあ、そろそろじゃあ終わっとくかな。あまりやると、また盗撮しちゃう可能性があるからな。サリキンを探そうの回だったんだけど、ドリームハックで。ちょっと残念ながら今回ミッションは失敗ということで、とりあえず今日倉持さんとのスト6は勝ちました。で、関さんと釈迦さんの戦いでまさかの関さんが敗退し、最後国二と大貫さんの一騎打ちだったんだけど、国二が勝てる要素は一個もなく大貫さんチームが勝ちました。はい、僕たちの勝ちです。はい、国二じゃ無理です。うん、格ゲー個人に対して国二じゃ無理です。それは無理です。大貫さんが全てを読んでた。もう勝ち筋が一個もなかった。先ほどいい試合だった、本当に。うん、最強だった。あ、どうです、どうです。あ、おお、ちょっと今配信してる人、配信してる、そうそう、配信してる。映していいですか？いいぞ、いいぞ。かっこよ。グリードさん、ラッシュゲーミングのグリードです。みんな知ってますよ。わかるっすよ、わかるっすよ。誰ですか？ハセシンの男たちです。みんなわかる。最近わかんないというか、これで通じるんだ。筋肉やばい、また戻ってますね、完全に体。いいっすか、触って。やべえ。
え、ちゃんってイケメンのマッチョ会うの初めてなんだけど、キンキさんにずっと聞きたかったと思って。なんすか、直問したじゃないですか。あ、そうそうそう、どうでしたね。よかったっすよ、よかったっすよ。え、何ですか。もう広いんすよ。あー、いや、やった方がいい、やった方がいい、マジで。やった方がいいっす、やった方がいいっす。そこもやると、前向きになれる。あー、はいはいはい。だからやった方がいいっす。新シーズンどうっすか、あんまりっすか。いや、僕まだちょっとだけだって。あ、そうなんすか。やりましょう、やりましょう。やります。すいません、あの、いつも番組一緒にやられてる。釣りタイムとかも誰って感じ。フォートナイト、フォートナイトとか CO2 界隈だったら誰も知らない。フォートナイトとか大会の MC してる。名前言ってあげてない。名前言ってあげてない。荒木美鈴でーす。動画で仲良いみんなと思ったら、僕も仲良いんだと。さっきチームの人と一緒にいて、でご飯食べて、ばらけて。マジで仲良いっすね。そう。じゃあ、ちょっと楽しみください。お疲れ様でした。すいません。いやいや、全然全然。ありがとうございます、みちろ。じゃあ、これぐらいで終わっています。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。